DAW レッスン堀田です。鈴木です。キューベースショーティプス、今回はワークスペースについてのお話をしたいと思っております。はい、どんな機能なんでしょうか。はい、ワークスペースと言いますと、はい、いろんな、まあ、画面触って、まあ、ミックスのこのコンソール出したりですとか、はい、まあ、メインの画面出したりですとか、うん、まあ、ここ開いた状態にしたりとか、まあ、いろんな形で動いていくと思うんですよ。はいはいはい。で、まあ、よく使う画面って多分できてくると思うんですよね。その例えばミックスを見ながら、うん、まあ、ミックスのコンソール見るでも全画面で見る人もいれば、まあ、大きい、うん、モニター持ってる人たちだったらこう上下にしたい、下に、ね、うん、まあ、下につけるとかでも全然いいんですが、はいはいはい、まあ、様々なやり方があると思うんです、はい、でそのいいと思っているその、まあ、よく使う画面のセットで組むっていう画面セットができる、画面の表示状態のプリセット機能と、そうです、はいはい、っていうのができるっていう機能です。はい、はいはい、じゃあどうやるのかっていう話なんですけれども、はいはい、ワークスペースっていうのがここのメニューの中にあるので、はい、クリックしてもらうと、今特に何もついてないんですが、はい、デフォルトだとこのコード 1,2,3,4,5 個ってあります、はい、まあ、開いていく、まあ、クリックすると変わります、うん、でトントンと自分の好きなやつをつけていけるんですけれども、はいはいはい、じゃあ自分のじゃあ好きな表示をセーブしていかないと、まあ、今これデフォルトのやつなので、うん、じゃあ早速やってみたいと思うんですが、で例えばじゃあ下のコンソールの部分じゃなくて横につけた状態に、まあ、インストゥルメントの画面でも出しておきましょう、はい、これでセーブするときは、ワークスペースから、ワークスペースを追加っていう風にします、はい、そうすると名前を聞かれるので、はいはい、でグローバルワークスペースなのかプロジェクトワークスペースなのかって2択が出てきます、はい、でそうするとこれどっちがどっちなのかというと、これグローバルっていうのはいつも、どのプロジェクトでも使えるようなワークスペース、うんうん、でプロジェクトワークスペースはこの曲今の出てる今のプロジェクトだけに適用されると、はい、に適用されるっていうものができてきます。でこれを OK って、まあ、じゃあプロジェクトにしましょうか、はい、で OK って押すと P の6っていう風に出てきます。ここのすぐ見えるところでは今6個目だからですね。で今123ってやつになってるんですけど、123ってさっきつけた、うん、僕がつけたやつです。画面スクリーンセットの名前、はい、そうです、はい、そうです。でこの元々あったものになってくると G の1、これ1グローバルだから多分 G になってると思うんですけど、うんうん、っていうような感じで、構成ができてきます。はい、でまた戻してあげるとさっきのような画面になりましたっていう感じですね、うんうん、でこれ自体の構成っていうのがあります。はい、まあ、構成っていうのは短縮でキーボードショートカットで呼び出せるようなところとかってあげたりとかできるんですが、三角を押してあげるとこんな風にワークスペースの6番は今オルトのパッド6を押すと変わるよっていう風になってるんですね。適宜当てていただいて、でもしいらなくなったりとかもうこれ使わないわってことであれば、はい、ここに削除っていうのがあるので削除してもらう、うんうんうん、まあ、上にもグローバルこっちの全部使える方のやつでも、削除があるのでいらなくなったりとか、まあ、元々のやつは使えませんっていうことであれば、まあ、編集後からカスタマイズもできるよってことですね。そうですね、はいはい、というような感じになってます。はい、はい、ご活用いただければと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。